苦手なスタッフ、苦手な先輩後輩に対してどうやって向き合っていったらいいんだろうみたいな。苦手なスタッフを苦手なスタッフなんだなって受け入れること。嫌ってたらやっぱり相手にもこの人嫌ってるっていうのが分かっちゃうんで、店長何言ってるか分からない、あ、なんか盛り上がってきたっぽいよね。メンターアカデミー課外授業企画、視聴者看護屋ナンバー2の悩みを聞き切れ、始まりました。はい、始まりましたね。はい、始まりました、視聴者看護屋ナンバー2の悩みを聞き切る企画、さまざまなね、会社の、はいはい、皆さん、幹部の皆さんに集まっていただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回の企画はどんな企画でしょう。皆さんのアンケートをもとにさまざまな悩みを、お聞きしまして、その中から、いくつか抜粋して、今日来ていただいた皆さんと一緒に、悩みを解決していこうというコーナーで、やっていきたいと思います。で、じゃあ早速抜粋したね、悩みをちょっと一旦見ていきたいなと思いますので、皆さんこちらをご覧ください。はい、ね、なかなかですよね。重いもうなんか確かに聞いただけでもうなんかみんな疲れてる感ありますよね。改めて重いですね。確かに確かに。もうやめます、じゃあもうでもこれを全部ポジティブに変えていきましょうよ、ね、こんな時こうしていこうぜみたいな、それをなんか感じていただけるようなね、はい、流れに、うん、していければななんて思ってるんですけど、じゃあ、 まあどっから取り扱っていったらいいのかっていうのがいろいろね諸説あるんですけど、あれなんじゃないですか、こう、まあ、幹部に限らずですけど、うん、苦手なスタッフって多分皆さん結構いると思うんですよね。だから苦手なスタッフ、苦手な先輩後輩に対してどうやって向き合っていったらいいんだろうみたいなところからちょっと聞いていったらいいかなと思うんですけ ど、 なるほど、ね、ちなみに甲斐さん誰苦手とかありますか。あ、僕はそうですね、いますね。あ、いますよ、苦手な。あ、いるんだ。甲斐さんでもいるんすか。こいつ嫌いだなって言いますね。嫌いっていうことが難しくない。嫌い、すいません、あの、メンターアカデミーで言ってることとちょっと違ってくるんですけど。ちょっと違かった、うん、そうですね。自分から人を嫌わないとか言ってた気がするはい、じゃあ今の P で、はい、P で、はい、嫌いの部分 P、 そうですね、はい、よかった、まあね、そういう人とはどうやって向き合っていったらいいのかっていうところをちょっと皆さんに聞いていきたいなと思うんですけども、はい、じゃあこの辺もうスタートでちょっと申し訳ないんですけど、ナミさん、おナミさんどうですか。ナミさんはすごいそういうの得意なんですよ。はい、もうナミさんと話したらもうみんなまろやかになるとかね、よし頑張ろうってなるっていう、もうマッシュの、もうマッシュのメンター、はい、うん、あのメンターアカデミーではナミさんのことザメンターって呼んでますから、ね、じゃあちょっとナミさんね、はい、はい、苦手なスタッフとの付き合い方ですよね、うん、苦手なスタッフを苦手なスタッフなんだなってあの受け入れることが一番大事かなって思って、逆にね、あ、そう、私はこの人苦手だなってまず思うっていうのが一番大事かなと思っていて、でその次にはその人とどうなりたいかなっていつも考えます。あ、なるほどね。仲良くなりたいのか、なるほど、苦手でもいいけど、うん、なんかこうしてあげたいのはしてあげたいと思うのか、もう苦手だから話さない方がいいのかなとか、うん、どうしていったらいいのかなっていう、次はなんかこうゴールじゃないけどその人とどうしたいかっていうのを考えるっていう中 で、 でそれをどれか選んで、うん、じゃあこうしようみたいな。でも仲良くなりたいなって思ったら苦手やけど仲良くなる努力をするし、うん、なんか苦手やから別にいいと思ったら私じゃなくてあの人に一回相談してみたらって違う人を勧めたりもする。なるほどね。で、こんな感じ。めっちゃ勉強になりましたよ。めっちゃ勉強になります。勉強になった今の。え、なんか自己分析はなんかノートとかに書いてやられるんですか。私もノート書くの大好きで、そのノートをちゃんと使いながらこうやっていくみたいな。苦手だなってまず書きます。苦手だ、 見せないですけど。お、苦手だな、なんで苦手なんやろうなって考えてる。
で仲良くなれないなとか、あ仲良くなれそうだな、ね、あなんかアドバイスはしてあげれそうだなとかで考えていく。うん、そっか、だから苦手だなっていうのをまず受け入れていくことによって、その人とどういう関係性になりたいのかっていうのをイメージしたところで何ができるかなって考えていくんですね、うん、じゃあもしこう仲良くなりたいなって思った時ってどういう声かけを始めたらいいですかね。仲良くなりたいと思ってるって直球でけど今はこういうところがなんか会話してて難しいなって思うなとか、噛み合ってないなって思うなとかって、あなたはどうみたいな感じで結構ストレートに聞いたりもします。仲良くなりたい時はそれが確かに確かに先輩だったらなかなかそれってダイレクト言いづらいじゃないですか。逆に嫌われてるのかな、うん、みたいな感じの時とかで、なんか合ってないって分かりますよね、うん、この向こうも多分、うん、あの鏡かなってやっぱり思うんで、ね、向こうも多分嫌いかなって思ったりもするから、うん、でも例えば相談してきてくれたりとか何か話してきてくれたりした時は、うん、あ今がチャンスかなみたいな感じで、あなるほど、今まで喋らなかった理由ってあるとか、なんかそういう今までのこととかも聞きながらこれからのことを見ていくみたいな感じですかね。なるほど。そういう話した時のその相手の反応ってどんな感じなんですか。あの同期とかやったとしたらば、その苦手な、あ同期っていうか近い、うん、相手が近いぐらいやったら、はいはい、あ私もあんま好きじゃないって言われたことはありますし、なるほどね、なるほどね、気が合いますね逆に。だから そうなってきたら、いやでも仕事だしのチームワーク乱すのは良くないよねとかって、うん、でじゃあ最低限ここぐらいまではちゃんと喋っていこうねみたいな会話をする時もあるし、後輩だったら逆に私が気を使う、うんうん、どっちかっていうと後輩に合わせていくっていうことはある、うんうん、なるほどなるほど。お答えになってますか。めちゃめちゃなってます。それが答えであっても、うん、自分がそれを、うん、なんかこうできるかって言ったらちょっとやっぱ得意じゃないんだよねとはちょっとなかなか言えないから、うん、なんか他には何かないんですか。あ得意じゃない人にも得意じゃないんだよねって言っちゃう。仲良くなりたかったらです。あ基本的にほんまの意味で仲良くなりたかったらこういうことがあってちょっと気まずくなってたなとか、得意じゃないんだよねっていうその言葉っていうか、あの出来事がちょっと気まずくなってたんだよねとか、うん、ね、きっかけに対して、うん、とか、なんか元からすごくなんか喋りにくいなって思っちゃってたんだよねとかっていうその理由みたいなのを言うって感じですかね。すごい。嫌いなんだよねっていうのはちょっとなかなか言いにくいと思うんですけど、まあまあまあね、なぜ苦手なのかとか、うん、なぜ得意じゃないのかっていうところはもしかしたら伝えれるかもしれないです、ね、思い返すと、うん、わざわざというかそのちゃんと時間を取って話をしてるってことですね。好きになりたかったら、はい、なりたくなかったらどうするんですか。なりたくなかったらさっき言ってたみたいにその仕事上をどうしていこうかっていう感じの、でも面談はします。あ、なるほど。人事とかっていう立場なので、ああ幹部としてっていう定義ですね。そうですね、はい、確かに確かに、うん、役割としてはお話はするし、うん、あそこはめっちゃ全面的に苦手は出さずに人事として話すっていうのはあると思う、うんうん、だからどういう目的というかゴールを作るために私はこうしようっていう感じでコミュニケーションを取るかなっていう、はい、でも今の話聞いてみていかがですか。できるかな。なんかそう、確かにいいっすねそれ。声嫌いとかが逆にないけど、うん、まあ、でも確かにちょっと話しにくいんかなとか、なんかこう距離があるつもりじゃないけど向こうに思われてんのかなとか。あ確かに、あそもそもですよね。そもそもね、ジャックナイフ島田の時期の頃がありますからね、スタッフさんからしたら。そうですね。確かにそうなんですよ。長くなりますね。それは長くなりますね。これはだいぶ長くなりますけど、要はすごい傲慢だったんで自分が。だいぶオラオラっていうか、もうなんかもう全部マウント取ってた時代があるんで、うん、嫌われてても別にいいって思ってた。おなんかね、あれですよね、結果出してたら文句ないでしょ。そうそうそう、そういう感じだったんで、なんかどんなに思われても自分がやることはまあ対お客様だけしとけばいいみたいな、なんかこう役職つく前はなんかこうね、個人プレイヤーとしてこうガンガン行けばいいみたいなあったから、なんか
勉強になるな、その人と の, その接し方はすごい勉強になりますね。いややっぱナミさん聞いてよかったですね、はい、ありがとうございます本当に、はい、じゃ あ, あのメンターアカデミーの講師として、はい、中野さん的にはどんな、はい、そうですね、まあ、メンターアカデミー的にはですね、まあ、嫌いな人との付き合い方っていうのはそうだな、まあ、嫌いだっていうのは、まあ、今ナミさん言われてたように、まあ、どんなことがあって嫌いだと思っていったのかっていうのはやっぱあると思うんですけど、まあ、そんな中でもその人のいいところっていうのは見つけていくといいかなと思うんですよね。なんか、うん、そう、嫌いだと思っているのは自分だけど他の人からしたらそう思ってないっていうところもあるので、その人のやっぱりいい部分を見ていきながら自分がなんか、うん、嫌いだっていうのもなんだろうな、いいところを見ていくと嫌いじゃなくなっていったりすると思うんですよね。だからその人のいいところを、見つけていって、あ、この人のいいところはここだよねっていう、で嫌ってたらやっぱり相手にもこの人嫌ってるっていうのがやっぱ分かっちゃうんで、自分の中でやっぱその嫌いっていう感覚っていうよりもこの人のいいところをいっぱい私は見てるよっていう付き合いをしていくと、相手があなた嫌いっていう反応を絶対出してこなくなるんで、その嫌いっていう付き合い方っていうのってなくなっていくんじゃないかなってやっぱ思いますね。ですけどすごい簡単に言うと、うん、知らないから嫌いとか苦手になりやすいよねっていうことですね。だからもっとその人のことをいろんな面から知っていこうねっていうところから始めましょうって感じですかね。そうですね、うん、そんな感じでじゃあ次のテーマ行ってみましょうかね。行きましょう。じゃあ次はなんか盛り上がってるテンポと盛り下がってるテンポがあった時にそれをどうやってメスを入れるかっていうところって、うん、なるほど、この辺どうですかね。熊さんから言ってみましょうか。確かにですか、はい、ありがとうございます。これ何をもって盛り上がる盛り下がるっていうかもなんか難しいなって正直思ったんですけど、なんか何か一つを決めて店全体が一生懸命頑張ってる店舗が盛り上がってるのかなって僕自身思ってて、で盛り下がってる店舗って言ったら逆に言うと個人がこうバラバラでっていうところなのかなって思うので、なるほど、であれば一つの目標だったりとか改めてこの店って何目指していくんだっけってどうしていきたいんだっけっていうところを紐解いていけると盛り上がっていけるのかなと思いますね。でその中に多分人間関係とか理由って盛り下がる理由っていっぱいあると思うんですよ。それこそさっき言ってたこう嫌いなやつとか店長何言ってるかわからんとか、でいろんなこう一人一人の思いがある中でやっぱり一つの目標を目指していく過程の中で人間関係も徐々に良くなっていくんじゃないかなと思いますね。でなんかそれをこうもっと上の人が見てあげてちょっとできてるところがあったら承認してあげてっていうのをサポートしていくようなやり方がすごく盛り上がっていくんじゃないかなと思います。なるほど、どうですか。じゃあまずはあれですね、こうみんなでこう目指していく目標を一つ決めていきましょうっていうところが大事なポイントってことですかね。そうですね、勉強になるわ。全部拾い落としてる画面の向こうに俺さんね。そうなんですよ、いやだからもう勉強になるなと思って。え、実際にあるんですか。あります。いやでも大体盛り下がってるデモって矢印が人にとか他人に向きがちじゃないですか。でもこう盛り上がってるデモって意外と一つの方向みんながこう一個見てる感じが、僕はそれを見て盛り上がってるなって思う方なんで、だからこの矢印をいかにこう相手じゃなくてこうこっち側にみんなが向けるようになっていくかっていうのが分かりやすいのかなって思いますけどね。確かにね、それぞれ盛り下がってる店舗っていうのは矢印がいろんな方向に向いちゃってる感覚ありますよね。そうですね。え、もうめっちゃ聞きたい、他の人の意見めっちゃ聞きたい、これ。おおおおおお。じゃあもう一方ぐらい。そうですね、カシさんとかどうですか。はいはい、でも今言っていただいたようにまず前提がいるじゃないですか、うん、で盛り下がってる盛り上がってるはある意味幻想でもあるわけじゃないですか、はい、実際盛り上がってるって何なのかも分かんないし盛り下がってるか何なのか分かんないけど、みんなで空気で決めたのが今俺たち盛り上がってるよね、俺たち盛り下がってるよねっていうのが自分たちも感じてるし周りからも感じてるっていうところがまず全員共通認識で、これって俺ら空気で今感じてるよねみたいな、売り上げは上がってるのに盛
盛り下がってるし、売り上げは低い店なんだけどもなんか盛り上がってるねっていうのはあくまで空気だから、じゃあその空気をどう操るのかっていうのが結局メンターさんの仕事になってきて、それが幹部の仕事で、幹部としてじゃあそれをみんながある意味錯覚するぐらい盛り上がってるって感じる時で、じゃあ何かって言ったら、さっき言われたように理念とか目標目的を明確にして一個にこう突き進んでいくっていうところら辺が、全員が分かっていれば分かっているほど、よし明日ディズニー行こうってなれば盛り上がるじゃないですか。でもこれが明日休日だだけだと、いや俺別にやることねえしなとか、いろんな方向になっちゃうから、やっぱりこう一つの方向にスッとこう向くような空気作り、社風でもありますけど、そういうの空気作りがうまい幹部の方が多分店舗にそうやって入るとメスがブタッて入って、あなんか盛り上がってきたっぽいよねっていう、そのっぽいがすごい美容業界大事だと思うんですよ。で盛り下がる時もなんか盛り下がってきたよねで、誰も喋らない、会議もなくなる、みんなすぐ帰る、誰も店にいないみたいになっちゃうから、その空気をどういうふうに作っていくかっていうのが幹部の一番の仕事かなと思います。はい、幹部って忘れちゃうんですよ意外に、いろんなこと考えてるから。でもその空気って一日一日が本当は大事で、今日会議したから明日から良くなるってことは基本なくて、やっぱり毎日何か幹部ってやらなきゃいけないっていっぱい追われてるけれども、あ今日うちの空気ってどうだなっていうのをちゃんと見て、あなんかあそこの空気が悪いな、空気入れ替えようっていうことで人に話したりとかコミュニケーション取りに行ったりっていうような空気を察知する力っていうのがすごく大事かなと思います。お店の空気って、僕はその一人一人のスタッフさんの感情が集まったものがやっぱお店の空気だと思うんですよね。だからやっぱり一人一人がやっぱり生き生き働いてるといい感じの空気になりますし、なんかそこに一人でもなんかすげえネガティブな人たちがいると、そこにやっぱりその雰囲気ってやっぱ伝染していくじゃないですか。だからやっぱり今カッシーさん言われてたようなそのメンター的な存在の人が一人一人が生き生きになるようなこの付き合い方だったりとか承認の仕方だったりとか関わり方っていうのがやっぱり大事なんかなって今思いましたね。うん、今クマさんとかカッシーさんの聞いて、私カイさんがメンターアカデミーの時に言ってたのがすごい入ってるんですけど、幹部はやっぱりお店のためにとか会社のためにこうしてほしいみたいなのがあるから、こうやってねとか目標はこうだよとか、お店の今向かってる方向ってこうだよっていう話するけど、スタッフは自分の夢を叶えにここに来てるから、そのお店のために会社のためには多分通用しないっていうのが、あそうだなって本当に思って、一人一人がその自分の夢とお店の目標とかその理念とかそういうのと噛み合ってる時に、私はここでこうなるんだってとか、ここにいると楽しいって思ってる時が多分盛り上がってる時なのかなって思ったり、お店がやろうとしてることと自分がやりたいことが噛み合ってない時がなんか下がっちゃったりするのかなって思ったら、やっぱりその個人の夢とかとお店のその なぜここに入ってきたのかっていうのは、ここで私はこうなれると思って入ってきてるから、なれるようななんかお店にしておくっていうのがすごく大事なのかなって今聞いてて思いました。やっぱりあれですよね、まずやっぱりメンターって言われる人って何でも言ってもらえるような存在にまずなろうっていうところですよね。でその盛り下がってるって思われるようなお店でも一人一人とやっぱり話していくことで、その人たちが本当にどうしたいのかっていうところをやっぱり抽出できるのがやっぱりメンターの役割だと思うんですよね。でそこに対してじゃあ次何頑張っていく、何頑張っていく、何頑張っていくってやることによって、この盛り上がっていくお店の空気感っていうのはやっぱ出ていくんじゃないかなって、今のこの一連の話聞いててちょっと思いましたね。有能な店長が疲れた時、仕事はいっぱいいっぱいになってっていうふうにやったら、いらんものはもう全部やめていこうや。店長が次のステップを目指していくってことの方が大事だと思うんですよね。